どうも、皆さん、今回は角川さんについてだよ。今年は、ハッキング事件で、いろいろ、大変そうやったな。そんなハッキング事件も落ち着いたんだけど、ここに来て角川が買収されるか、もって情報が出てきたんだ。へえ。しかも、買収を仕掛けようとしてるのは、天下のソニーさん。角川、ソニーになっちゃうん？まだ、確定情報じゃないってところは、頭に置いておいてほしいんだけど、現在、ソニーと角川は買収に関しての、協議を進めてるみたいなんだ。結構、現実になりそうな感じなんか。最近の角川って色々と大変なんだよ。それこそ、こないだのハッキング事件もそうなんだけど、角川の創業者の兄弟が、すでに角川からいなかったりする部分もあるんだ。後継者問題か。東京オリンピックの時の汚職事件で元会長逮捕されちゃってるし、元会長の兄も、麻薬絡みで、だいぶ前に逮捕されて失脚してる。ええ、汚職に麻薬って。角川書店の創業者が彼らのお父さんではあるんだけど、見事に2代目がやらかしてる部分もあるんだ。まあ、麻薬で逮捕されたお兄さんの方がエンタメ事業を伸ばした功績もあるんだけどね。なんか、こう、ごちゃごちゃしとるな。今、地味に、韓国の投資会社が角川の株を買い進めてるんだよね。現時点で、角川の 11% の株を取得してる。結構な割合やな。創業者たち、角川一族でさえ 2% しか持ってない。逆に、トワンゴの川上さんが 5% 持ってる。くさ、創業者一族よりも川上さんの方が持っとるんか。結構、企業として、不安定な状況にあるんだと思う。韓国の投資会社だけじゃなく、どこか大手企業にいきなり買収、乗っ取られるなんてこともありえないとは言えない状況にある。なるほど、角川としては、よくわからんところに、買収されるより、ソニーに買収された方がええってことか。うん、角川側のメリットはわかるんだけど、逆に、ソニー側のメリットがあんまり見えないって言われてる部分がある。なんで？角川の魅力は、ゲーム、本、アニメって感じだけど、出版部門を除けば、他はソニーが強い。ああ、ソニーは、ゲームはもちろん強いですし、アニメやとアニプレックスやもんな。ゲームとアニメの分野で、角川も強いんだけど、ソニーほどの規模感はないんだ。ソニーにとってのメリットは、薄く見えますよね。まあ、ここまでは、一般的な目線での話。このチャンネルは、あくまでオタク目線で語るのが本髄。お、なるほど。ソニーはアニメ分野ではアニプレックス。そして、海外では、クランチロールの経営に関わってる。クランチロール、海外ではかなりの大手サブスク配信サイトよな。日本からは見れませんけど。このアニメ分野ならソニー、そしてアニプレックスにとっては、角川の買収は、かなりメリットがあるんじゃないかと思うんだ。ほう。最近、アニメ制作会社が、大手の企業の傘下に入ることが多いんだ。角川も動画工房だったり、ENGI だったり、いろいろと抱えてる。動画工房が角川になったのは驚きましたよね。アニメ制作会社の数はかなり増えたけど、ハイクオリティなアニメを作れる制作会社って言うと限られてくる。UFO、マッパとかやな。バンダイナムコが、8ビットを、東方がサイエンスサルを、どんどん、この流れは、続いてる感じがあるんだ。最近は、一気に、その流れが進みつつあるよな。もし、ソニーが角川を買収したら、角川が抱えてる6社のアニメ制作会社をゲットできる動画工房、ENGI、キネマシトラスとかね。おお、確かにそれは大きいかもしれへん。海外のアナリストとかが、今後、世界のアニメ市場は2倍以上に伸びるって言ってるんだ。ここからさらに2倍ですか。そんな伸びる市場において重要なのは、アニメの IP、権利を持つことだと思う。その権利がないから、制作会社は火の車やったりするんよな。ソニーは、アニプレックス系で、多くのアニメ IP を抱えてる。そこに、角川の IP も加わったら、ついよ。売上規模で言えば、ソニーは映像メディア関連で2021億の規模がある。角川は460億円の規模。2500億円くらいの売り上げになるんか。ただ、これ、ソニーに関しては、決算の内容的に、スマホアプリとかの IP 売り上げも入ってるみたいだから、単純にアニメの売り上げだけじゃないんだけどね。角川も実写の売り上げも入ってるから。そこらへん、ややこしいですよね。まあ、あくまで、概算としてざっくり受け止めてもらって、逆に東映アニメーションなんかは分かりやすいんだけど、886億円の売り上げがある。でっか。ここ最近の東映さんはマジで強いからね。同じ規模感としては、バンダイナムコも824億円だけど、これは、ガンプラとかの売り上げも入ってるから、ちょっと微妙なんだけどね。バンダムも強いんやな。角川と同じ規模感で言えば、東方なんかが近いかな。アニメ事業単体で462億円。わえ、もうなんかすごいことになっとるな。呪術廻戦とかスパイファミリーとか、強い IP を抱えてるからね。ここに、3年でめちゃくちゃ売り上げを伸ばしてるし、東方はやばい。どんどん成長してる感じなんか。アニメ業界としては4位か5位くらいの位置にいる角川が1位のソニー、アニプレックスに買収される。そう見るとオタク的には結構メリットがありそうな感じがあるんだ。角川が抱えてる制作会社、アニメの IP、ラノベとかの原作。確かにメリットがいろいろと見えてくるな。ただ、あくまでソニーグループ全体で13兆円の売り上げを叩き出してる会社が、全体で2500億円規模の角川を買収するっていうのが今回の話だからね。そこだけ見ると規模感が違いすぎるな。
マクロな一般的目線で見るとメリットがないように見えるけど、ミクロなオタク的目線で見るとメリットが多いように見える。そんな感じではあるんだ。マジでこれ買収されたら面白いことになりますね。ソニーグループとしては、KADOKAWAを買収することで、クランチロールという海外のサブスク配信サイトを伸ばせる。アニプレックスとしても、制作会社を手に入れられる。KADOKAWAも変なところに買収されないで済む。あとニコニコ動画もゲットできるで。ソニーに買収されたら、一番最初に切り捨てられるかもしれない。くそ、あかんか。ソニーとして欲しいのは IP 関連だし、ウェブ系、ニコニコ、動画とかソニーにとって必要なのかって考えると。いらなそうやな。ソニーにとっては IP 関連を強化してネットフリックスに勝ちたいっていう部分もあるんだろうね。クランチロールの強化のための買収ってことか。ネットフリックスの売り上げとソニーの売り上げ結構競い合ってるんだよね。KADOKAWAの買収によってクランチロールが伸びればネットフリックスに迫れるってことか。ソニーによる KADOKAWAの買収が本当に行われるかはわからないけど、行われた場合はアニメ業界にとっての影響はそこそこ大きいだろうね。ゲーム関連でも KADOKAWAはフロムとか持ってますし、なんか実現したら結構すごい話に思えてきたわ。少し話はそれるけど、ほんとアニメ業界って成長して注目されるものになったんだなって思うんだ。最近はすごいことになってますよね。コロナの後くらいから勢いがやばいわ。あの伊藤忠とかもアニメに出資してるんだ。クソデカ商社やんけ。2024年のアニメでは地球の運動についての制作委員会に参加してる。マジか。伊藤忠って2000年代前はいろいろな映画とかに出資してたんだけど、出資額を回収しきれなかったエンタメや IP ビジネスというものに失敗したことがあるんだ。巨大企業にも失敗はあるんやな。でも、ちもそうだけど、ここ最近は VTuber 企業にも出資してるし、中国ではムーミンのライセンスを独自展開してるおぱんちゅう詐欺とかも伊藤忠だよ。伊藤忠がそういう IP ビジネスを再び手掛け始めたんか。うん、この手の IP ビジネスで1000億円の事業規模を狙ってる。規模がでかい。ムーミンとかおぱんちゅう詐欺とかそういうグッズを売りたいっていう伊藤忠の気持ちはわかるんだけど、そういうグッズが売れるタイプのアニメではないんだけどね。くさ、なんか微妙に狙い外してる感じがすでに現れてますね。伊藤忠だけじゃなくて丸紅も小学館と組んで漫画やアニメのグッズ展開をしようとしてるんだ。総合商社ががっつりアニメっていうものに絡んできてる感じなんやな。一度は失敗し、総合商社はアニメや IP 事業から逃げてるなんて言われてたのに、伊藤忠や丸紅がそんな IP 事業に乗り出してる。アニメってものはサブカルではなくなってる感がすごいな。そこはちょっと寂しさを感じる部分ではあるんだよね。大衆化することで尖った作品が生まれづらい、作りづらい状況になる部分もあるかもしれない。そこはちょっと気になるな。ただテレビアニメっていうもの自体にもはやこだわらなくてもいい時代になってきてるんだ。それこそネットフリーオリジナル作品とかたまにすごい話題になるしさ。確かにそういう配信サイトが尖った作品の受け皿になるかもしれへんな。今は大手企業による制作会社の囲い込みもそうだけど、アニメ制作っていうものが変わりつつある、変革期を迎えてる時代なのかもしれないね。ほなまた次回。